愛される高国です。姫路市亀山のね、Y 様邸のね理想語チェックに来ております。はい、ね、事前にね、崎山さんに来てもらって、まあ、補修箇所というんですかね、まあ、ちょっと具合悪いなっていう部分をね、チェックしてもらって、その分をね、まあ、直していく作業になるんですけども、分かりますかね、こういったちょっとね、養生テープの跡とかね、をなくしていく作業もしていきます。2階ではね、中道さんがそれをね一生懸命、取っていってくれております。こういうことね、こうやって床ですけども、やむを得ずね、微層を掃除してもらって、ね、こういったちょっとへこみ傷とかができている部分ね、まあ、こういったものもね、補修で、まあ、僕らやるね、水含ませた後に、ペーパーで削るとね、その型もなくなるので、塗装前に、やっておかないとね、塗装後にちょっと補修するとなると、塗装がね、剥がしてからね床のへこみを直さないとダメになってくるんで、まあ、その前に、こうやってね微層後にチェックして直すというような形に、へこみはなくなりますんで、これがまあちょっとね木材のいいところなのかなとは思います。ちょっとへこみやすい、傷がいきやすい、汚れやすいっていうのはありますけども、自分たちでね、まあ、こうやって紙やすりでね、傷ついたところとか汚れの部分ところっていうのは、まあ、自分たちでお手入れしてね、まあ、どんどんやっぱりね、愛着が湧いてくる、ね、お家にしていただきたいとは思いますけども、まあ、そこでもねできないという場合は呼んでいただければ、いつでもやってきて、補修の方とかね、もうしますので、お気軽に言ってもらったらなと思います。はい、引き続き頑張ります。微層後チェックの方に、終わりましたんで、フローリングのね方の傷汚れもね、すべて取りました。綺麗になったと思います。この辺もねしましたけども、残ってないと思います。光に当てても、はい、大丈夫やね。はい、綺麗な状態になっているので、これで、後日ね、クリア塗装の方をしていくような形になります。階段際もね取っていきました。はい、はい、ではでは、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、
おはようございます。愛されるタカクニです。本日はね、まあ、休日で定休日ですけれども、愛用医の桐様亭のね、土台式の方に来ております。まあね、まあ、基礎の秘密パッキングが増えられて、土台がね、増えられてる状態です。はい、まあ休日ですけども中道さんと石田さんがね、来てくれております。で、お客様がね来てくれてちょっとね、打ち合わせの方もしてくれております。こちらの方はね、防止処理のね、いつもの防止処理をしてくれております。こんな感じでね、土台の方ね敷き終わって、大引きの方もね、敷き終わりかな。な感じです。